ですから、物理学と仏教だ、完全にこういうふうにリンクしてるんですよ。ただ、物理学にないのは、下脱して、何もない真空の状態に持って、そこで、熟悉を授けてもらって、新しい宇宙を生み出し続けると。何もない真空が、えー、仮想の、えー、自分の視点ですね。人間というものの、えー、仮想媒体を作って、その人の精神を通して、真空である自分を理解していくプロセス。なんで自分が真空だという完全無欠の状態なのかを、えー 菩薩になり、そして如来になり、理解すると。真空の代わりに如来が理解すると。そしてこの如来は他のすべての生命体たちも理解させるために熟教を授けまくって、新しい思考を作っていくと、その中では如来がたくさん生まれてきて、如来が真空の代わりに何もない真空のこのメカニズムを理解していくと。そしてすべての生命が、えー、如来になって、すべてを熟教を授けわった状態が、すべて真空が自らを理解した状態で、これが完全なる対称性の状態であると。